はい、こんにちは。現在ね、東京では今週末不要不急の外出を自粛するような、そんなね要請が、小池都知事の方からありました。で、折しもですね、数日前埼玉アリーナだったかな、 K1 の大会が行われたわけなんですよ。それに対して不謹慎だとする声とかね、国民の大半の人がこの K1 の開催どうだったのかなと、本当に良かったのかなというふうな疑問とかね、苦情とかを多く取り扱っている、そんなねニュース番組がありました。でもですね、私はゆくゆく思うんですけども、この K1 の大会、それほど多くの人が反対していたとしたらね、当然ですけども K1 の選手集まんないですよね。そして K1 のお客さん集まんないですよね。そしてですね、何よりも K1 のスタッフさんが集まって仕事をしてくれないと思うんですよ。主催者一人が決めたからといって、こういったね K1 の大会っていうのができるものではないんですよね。そこに対して、まあなんかこう埼玉県知事とかね、それからある特定の国会議員がもう怒りをあらわにしたとかね、国賊だみたいなところを取り上げてるメディアがありますけども、好意的に受け取ってるところもあるんですよ。何よりもですね、 K1 の大会に関わらず、こういったイベントっていうのはきちんとした対策を取るんだったらやってもいいですよっていうのを込みで自粛を要請してるはずなんですよ。なのにきちんとした対応をしているこの K1 の大会みたいなのがね、袋叩きに合う、もしくは袋叩きに合ってるように見せかける、そんな報道ってのはどうかなと私は思いますよね。この K1 の大会に対して、安全管理をきちんとして、本当に、ね、いいイベントやってくれたみたいなね、これが許される最低限のところじゃないかみたいな好意的な意見もあるはずなんですよ。これは私の想像ですけどね。ただ一方的に叩かれているような印象操作はどうなのかなと思うんですよ。これによってですね、2つの本当に萎縮を招くんですよ。ネガティブな萎縮があります。1つはですね、他のイベント経営者っていうのも、あ、K1 があれだけ叩かれてるからやめようかなっていう風な方向になってくるんですよ。もう1つはですね、この K1 の大会を叩いていた人、自分自身に帰ってきますよ。というのがね、 K1 のイベント主催する人っていうのはある意味ね、これ出勤なんですよ。K1 っていう大会がなければ大会の準備もないし、収益もないし、給料も出ないんですよ。みんなそうです。主催者もそうです。これね、遊びでやってるんじゃないんですよ。これを生業としてやってて、これ以外の収入は基本的にないんですよね。ということは K1 の大会をやめればスポンサーさんにも迷惑がかかるし、一部投資家さんにもお金を返さないといけなかったりとか、弁済も生じますよね。まあ、首くるような話になりますよ。そしたら自分の従業員さんとか家族を路頭に迷わすこともなるんで、もう本当にね、保証のない中、これはね、決行するしかないっていう選択に至るのも K1 に関わらず仕方がないところだと思うんですよね。それはそうですよね。だって皆さんね、自分のお仕事、毎日出勤してるものがもうね、自粛を要請されて、いやでもね、どうするんですかと、この自分の仕事やらないと収入がないですよっていう風になって、やっぱりね、仕事をされる方もいると思うんですよ、ね、もっと言ったらね、もっと分かりやすい例いきますよ。じゃあね、電力会社に対して自粛を要請とかになって、日本全国電気が使えなくなる恐れがあるっていうなった時どうしますかね。業種が違うだけで同じこと言われてるんですよ。で、一部の電力会社がね、例えば関西電力かもしれないですけども、いや、うちはね、皆さんに迷惑かけちゃいけないんで、従業員さんの暮らしもあるんで、消費者さんの暮らしもあるんで、やりますよって言ってからね、要請をもう安全管理のもと跳ねのけてですね、やりましたって言ったら、今度はこれ称賛されるんじゃないかなってことなんですよ。で、結局ね、K1 のイベントなんて関係ない人はもう簡単に叩くんですよ。うわー、なんかやってるわみたいな感じでね。でも K1 のイベントに関わる人は、それはイベントやるかやらないかって非常に重大な問題ですよ。その結果、やらないって選択もあるし、やるって選択もあると。自粛を要請なんだったらどちらも認めてるはずなんですよね。で、まさにね、そういう風なイベントっていうのは本当に自転車操業みたいなところが多いんで、このイベントに関しては保証するから休んでくれっていう風な、そういう風な指示をね、政府が出すんだったら別ですよ。法的根拠なくてもそれはやってあげればいいんですよね。こういうのは誰も反対しないですよ、そんなの。反対する人がいたら、お前が金払えって言ってやらないんですよ。まあ、これは私の勝手な乱暴な意見ですけども、そう考えるとね、K1 の大会ばっかり叩くのはどうかなと思うんですよ。私も別に格闘技が一方的に好きってわけでもなくて、肩を持つわけではないんですけども、冷静にね、そういうふうに思うんですよね。皆さんのお考えどうですかね。本当に K1 を叩くのだけが正解なんでしょうか。そして今度は東京都で3月の28日に K1 の大会またあるそうですよね。不要不急の週末の外出は控えてくれというふうに小池都知事が言ったのと、なんか符合するんですよ。なんかやらしいなと思うんですよね。これだけ急に東京の外出制限を要請するということは、まさにね、 K1 への当てつけなんじゃないかなと。埼玉では知事の反対もあったけども開催された。東京都ではそうはいかないわよみたいな感じで、ちょっと知事の力の差を見せつけようと思ってね、
ある意味ね、見栄でやってるんじゃないかなっていうふうに邪推せざるを得ないんですよ。ね、私はね、K-1 の大会やっていただきたいなと思いますね。私の考えはそうです。あの別に見に行かないし気にならないところですけども、あのまあ K-1 の大会に人が集まってね、そこでなんか埼玉アリーナでも感染者が一人出たみたいなことなんか言ってましたけど、未確認情報ですけども、結局はなんか分かんないまんまなんですよね。あのなんですかね、国会の方でも問われて、あの確認できてないっていうふうなことで答えられてましたけども、あのね、人が1万人も集まればそれは何かしらの風邪がうつるぐらいのことありますよ、うん、それはね、こんな時期じゃなくてもそれはねうつりますよ、うん、それはだからなんかあまりにもほーらねみたいなこと言いたくて無理やりこじつけてるんじゃないかなと思いますし、1人陽性が出たっていうことはね、そこで拡大してるわけでも何でもないわけですよ。いやそれこそね、あの K-1 の会場に向かう途中でそうなったのかもしれませんし、もう数日前になった人がそこに行ったのかもしれない。それはそれで問題だといえば問題なんですけども、何でもかんでもね、このライブハウスが悪いとか、この屋形船が悪いとか、この K-1 が悪いとか言ってピンポイントで攻撃するようなものではないと思うんですよ。それはね、なんで攻撃するかって言ったら自分の暮らしに関係ないからですよ、大半の人が。だからこういう小さいところとか小規模なところを攻めてね、スケープゴートにするわけですよ。でそうするとね、今度は K-1 の大会はおとなしくなった、格闘技はおとなしくなった、イベントはおとなしくなった、で今度はコミケを潰そうかなみたいな感じになってくるんですよ。こんなことして何の意味があるのかなと思っちゃいますよね。もちろん自主的にやめる、それは OK だと思いますよ、こういう時期なんで。でも自主的にちゃんと安全管理してやる、これも別にケチつけられないと思うんですよ。それこそ感染のリスクっていうものに意識を持ってるんだったら、そこに行かなければいい話なんですよね。行かなければイベントは自動的にできなくなりますよね。まあでもね、こういう時期なんで慎重になるのは分かります。なので人っていうのは先入観からできてますから、あまりにもね危険なんじゃないかなとか、モラルに違反するんじゃないかなとか思えば、そういう人が大半ならそういうふうな同調圧力になっていくんですよ。私がいくらねこれ動画で話しても抵抗できないようなエネルギーになってきますんでね、どういうふうになるのか社会の多数派が決めるということですね。で多数派っていうのは大抵間違えてるっていうのは皆さんもよくお分かりだと思うんですよ、うん、でも今回の件はそうだとは言い切れないかもしれません。多数派が正解なこともありますんでね、それはもう本当個々人で、判断すること、そしてね何よりも大事なのは、みんながやってるから自分もそういう思考に合わせようかなっていうのではないと思うんですよ。今回ね、多くの人が右に動いても、いや自分はそういう情報もあるのは知ってるけども、どう考えても私は左なんだと思えば、それはね個人の時代ですよ。左に行けばいいんじゃないですかね。それによって被るリスクとかね、批判っていうのも込みで左に向かうわけですから、うん、まあ、そういうことだと思いますけどもね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは、動画のリンクをね、 K-1 大会に対するバッシングの動画のリンクをちょっと動画説明欄につけておきますので、皆さんよろしかったらご覧ください。では失礼します。